三世紀の朝鮮半島大法軍は、204年から313年の109年間、古代中国によって朝鮮半島の中西部に置かれた植民地である、洛郎軍の南藩を咲いた通、数県と東の Y、南の藩、南端の輪がこれに属す。五漢から魏、精神の時代にかけ、軍の経営や厳しいを通じて、藩、和という遠い地域へ、 中国の文化や技術を持ち込んだほか、直轄となった議長以降には、河北の中国文化の窓口としても重要な役割を果たした。軍の長が大使であり、その配下の管理と軍団の今する軍役所が軍地である。大砲軍地は、落老軍地の南方にあったことは確かだが、詳しい位置については諸説ある。五官の末、中平六年に、 中国東北部の両党大使となった、高村度は、勢力を拡大して、自立を強め、五感の放棄した朝鮮半島へ進出。現在の平壌付近から、半寸北方にかけての一帯にあった落老軍を支配下に置いた。その後を継いだ着子、高村安氏は、落老軍18条の南藩、田室、有権遺難を割いて、大砲軍を分置した。 その正確な時期は不明であるが早ければ、懸安9年頃かともされる。これにより、南方の土着勢力間、ワイ族を打ち、ゼヨリアと、は、関水に、大砲に属すという朝鮮半島南半の統治体制を築く。軍地とは、その周囲の数十県の軍事、政治、経済を束ねる一大機構であり、個々の県地よりも一際大きな城塞都市であった。 高村安氏は、ほどなく義の曹操に教順し、その推薦によって、五冠の検定から、左将軍、上平公に任せられ、大砲軍も、五冠の軍として追認された。高村安氏の死後、その後、高村縁が幼いために、高村安氏の辞定、高村安氏が後を継ぎ、五冠の検定から禅上を受けた、議長の文帝により、借機将軍、上平公に封じられた。 しかし、大は2年成長した、高孫安氏のこの高孫縁はおじ、高孫安氏の位を奪い取り、義の総栄からの承認も取り付けて、溶列将軍、両党大使に任ぜられる。高孫縁は、祖父以上に自立志向が強く、義長の旧敵である呉の尊権との同盟を拡索し、最終的には、義から受けた、大芝、落老公の地位を不足とし、 傾昇元年半期を翻して、独立を宣言。両党の上兵場で縁王を自称するに至る。大砲軍も落老軍もそのまま燕に属した。翌年義の大儀、芝井の率いる四万の兵によって、上兵場を囲まれ、長期の兵糧攻めにあって、高村縁とその子、高村治むは滅びる。これまで、大砲軍は五冠義縁と、形式的には、 その所属に変遷があったが、実質的は一貫して、高村氏の領有下にあり、関野和といった東恵比寿からの兆候は、高村氏が受け取っていたと思われる。上平上の向上戦の最中であろうか、義は、竜と、千宇津ぐをそれぞれ逮捕を大衆、落老大衆に任じ、両者を密かに回路で、三島半島から航海を越えて、朝鮮半島に派遣。 大砲軍と落霊軍の二軍を掌握させた。大砲軍はこれにより、義の直轄地となる。大守竜は、周辺の東は、漢族の主張に、勇君あるいは勇長の印主を賜物組みし、義との作法関係を改めて結び直した。山大国、卑弥呼も、慶署2年6月に、この申請、大砲軍の地へ、長江氏のなしめを派遣したわけである。 この時大使は竜夏であったが、彼は軍の管理をつけて五官のと落葉までなしめの一行を送らせた。静止元年にさらに移動があり、新大使となった九巡は義の証書、金印指示を廃下のはしご旬に持たせて卑弥呼のもとへ送った。ところが、この九巡は同六年に峰東へ遠征して東、舞を打った後、 それまで、大砲軍が所管していた新刊八国を、落老軍へ編入することになり、その決定を現地に伝えた際、通訳が語訳を犯して、漢族を激怒させ軍内の漢族が、大砲軍の先入れを襲った。これを九巡と落老大衆の龍母が兵を起こして撃ち、義軍は漢族を滅亡させたが九巡は戦死した。同八年九樹から引き継いだ大衆、王妃は和の使者から、 山大国と国国との交戦の報告を受け、自ら上落して、官の決裁を仰ぐが、議長から山大国へ援軍が送られることはなく、議の朝廷の証書と行動を携えた最早上司の調整が派遣されるに止まった。ここまでの大法軍の動きは、三国志からつぶさに知れる。歴代大衆の記録を見ると、戦死した九巡の例を除き、 外交官としての非軍事的活動が主であることに気づく。また、その頻繁な人事異動は、大砲軍の軍閥化を防ぎ、第二の高尊子を生まぬようにするための義の基本方針と推測される。大使元年に義の重臣であった柴縁が義の総監から前状を受けて、新潮を起こすが、その新しい王朝の繁栄も長くは続かず、栄光元年身内の八王の乱で、 すっかり混迷状態に陥った。この時代、大砲軍に属する県は、大砲、列口、南、新、長峰、日下家、福虫、海名の7県であった。健康元年両島へ進出した小栗が南下して、落老軍を占領すると、朝鮮半島南半に孤立した大砲軍は、進むの手を離れ情報も途絶した。元の大砲軍や落老軍南部に残された、 漢人の政権や都市は、闘神を報じて五世紀初頭までの存続が確認されているが、五世紀前半には九ダラによって征服され、五世紀後半に入ると南下した高ウクが九ダラを駆逐して支配下へ置いた。大宝軍の滅亡後も地理的概念として、大宝の名は残っていたようで、公海道秘文によると404年に和から九ダラ征伐の形で北進し、 大崩壊に侵入して、高栗と戦ったが、無数の将兵を失ったという。落老軍地の所在地が、現在の平壌の郊外、市街地とは大同行を挟んだ対岸にある、落老土壌にあったことに、異論はない。土塁で囲まれた、東西700メートル、南北600メートルの遺構に、当時の様々な遺物のほか、官員、落老隊首相の風邸までもが出土し、 考古学的に明らかにされた状態と言える。これに対して、大宝軍地の否定地については、決め手がなく、現代の38度線を挟んで諸説ある。儀式和人伝では、大宝軍が山大国への旅の出発点であるだけに、かの山大国論争からの関心も厚い。ソウル説と甲州説がある。公州は、最初のくだの都であり、三世紀の馬鹿の白住国は、 甲州にあったともされる。この二説は必ずしも対立するものではなく、初期には甲州にあった大砲軍がソウルに占利その後地にくだらが起こったとも考えられる。南方説の問題点としては、ソウルを中心として風納め里土壌、夢村土壌、石村道古墳群などの発掘が行われたものの、目星発見は未だないことである。ソウルも甲州も、 古学的裏付けが乏しく、軍地があった痕跡は希薄である。大鳥山軍説と安楽軍説がある。共に、考古学上の見地から唱えられた。この両説も港田説の場合と同じく、軍地所の移動があり得ることを考えれば、必ずしも対立するものではない。北方説の問題点として、公海北道や公海南道では、落浪軍に近すぎて二つに軍を分けた意味がないという、 批判がある。また、北方説では、反、大方の南にあり、片四千里ばかりという一片四千里の正方形にはならず、縦長の長方形になってしまい、記述に合わない。この二点を掲げて批判する南方説の支持者は、日本や韓国や中国に多い。第三に、中国の歴代の史書では、くだらの起源について、大方軍との関係を言う場合が多く、 南方説では、馬漢白住国が、大砲軍の跡地に存在していたか、近隣の大砲軍に進出したと解釈されているが、北方説では、クダラの発祥の地と大砲軍が離れすぎて説明が不可能になってしまうという問題点がある。北方説の考古学的根拠は、必ずしも大砲軍地の位置を確定するものではないが、大砲軍の領域が、安楽軍や、 大鳥山郡まで広がっていたとする論拠としては、問題ない。最近の説では、大鳥山郡安楽郡新川郡など、西寧交流域の一帯には、他国からの流入者、亡命者などを含めた、中国人社会が形成されていたという見解が、これらの地に、尖閣母が存在する理由を合理的に説明しうる、ものとして注目されている。この上で、 もし軍地がソウルか、広州にあったと仮定した場合、大砲軍の領土はやけに細長い形になるので、岡田秀弘は、大砲軍は、高海南道安岳軍から軽軌道にかけての交易路に沿って、回廊上に7県が並んでいたと推定している。同様な回廊上の軍としては、前館大の玄都軍があり、そちらは玄都回廊とも呼ばれる。大砲回廊の北端として、 岡田秀弘は、安楽軍は、大砲軍の領域に含まれるが、大鳥山軍は含まれないとした。大砲軍の田室有権は、高村康市、田室、有権以南の荒れ地を分けて、大砲軍となすとあるように当初は、大砲軍に属していたが、新所地理士の掲げる大砲軍の七県には入っては、おらず、落老軍に入っている。つまり田室有権は、 落老軍と大砲軍の境にあり、はじめ大砲軍に属したが後に、落老軍に移管している。三国維持によると、大砲軍には南北の二つがあるという。実際の位置は、北大砲が南、南大砲が北になる。南大砲は本来の大砲軍から見て南なので理解できるが、北大砲はどこから見て何と比べて北というのか不明。 三国維持が南北を逆にご期しているとも考えられる。新序地理史上、三国志義書等遺伝感情三国新義書等遺伝感情クロニック戦国前史池上優子、大和田哲夫、小林清治、池通、講談社、1995年12月1日、69ページ。ISBN 978から40億62006万165。 古代朝鮮との交易と文物交流、登場、中央講論者、日本の古代、1986年4月1日。ISBN4 億1240万 2536X。実際には、北大砲にせよ南大砲にせよ前後間疑心の時代に存在したことはない。北大砲とは、実はくだら滅亡後に、 唐が設置した大砲州と古代の大砲軍を混同したものであって、史実ではない。三品昭秀、三国維持交渉、上、花輪書房、1975年1月1日。南大砲とは、実は1309年に設置された高麗時代の大砲軍と古代の大砲軍とを混同したものであって、史実ではない。三品昭秀、三国維持交渉、上、 花は処九1975年1月1日、ありがとうございます。